FM924AM1422 ラジオ日本メカニックを社会の主役にメカラジ。こんばんは。整備士を社会の主役にメカラジパーソナリティの千村真希です。この番組はその名の通りメカニック整備士に焦点を当てる番組です。国家資格である整備士は車の安心安全快適を守る重要なお仕事ですが、その車は100年に一度の大変革を迎えています。本日も企業、ジャーナリスト、政治家などをゲストに幅広いテーマをお話しします。 SNS のハッシュタグはメカラジでお願いします。はい、ということで今日もですね、森ひなみちゃんはちょっとお休みなんですけれども、今日も私一人でやっていきたいと思います。では本日もメカラジの30分最後までお付き合いください。 FM924AM1422 ラジオ日本メカニックを社会の主役にメカラジ。本日は英信商会を代表して水戸瀬正樹さんをゲストにお話をお伺いしていきます。はい、水戸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは簡単に会社の自己紹介からお願いします。はい、東京は大田区大森北から参りました株式会社英信商会、水戸瀬と申します。自動車部品の卸及び小売業をやってまして、簡単に言いますと、町の修理工場さんや、ガソリンスタンドさんからお電話いただいたりしてですね、部品の注文が入ります。それを我々は、各メーカーさんに部品を手配し、集荷しデリバリーをして、配達する、業種になります。なかなか、影の薄い、職業ではございますが、なくてはならない職業だと思っております。部品の供給っていうのはなんかメーカーさんとかディーラーさんとかその整備修理工場さんがメーカーから直接取り寄せるのかなと思ったんですけれども、そこの間に入ってやられてるんですか？よく皆さん街で、〇〇モータースとか、〇〇自動車とか、あとはまあガソリンスタンドさんで車を修理しているところとかお見かけしたことがあると思うんですけれども、まあ、そういった際にですね、いろんなメーカーの車が入ってくるので、一つの修理工場なりガソリンスタンドさんで全メーカーと取引するのはとても大変なことになると思いますので、我々のような中間業者が、全部集約して手配しデリバリーをすると。そうすることによって、まあ、修理工場さんはその部品を取得しに行ったりとかですね、そういう手間をが省けて、でより円滑に作業が進むというところでですね、お手伝いをさせていただいております。そうなんですね。結構部品って車車種メーカーごとによってなんか何万点もあるって聞いたことあるんですけど、やっぱりその検索だとか調べるのって大変なんですか？もうそれはかなり大変な仕事になりますね。一般的にその車というものはもう昭和の変な話初期から、まあ、令和の現在に至るまでずっと車を各メーカーさん作り続けてますから、必ずしも同じ部品が成り立つわけではなく、その時その時によってやっぱり部品が変わってきますので、もう無限大と言っても過言ではないぐらい大変な仕事になります。確かにそうですね。その検索というか部品を調べるのが多分めちゃくちゃ大変だと思うんですけど、そういう意味ではその修理業者さんとかそのガソリンスタンドさんって、まあ他にもやらなきゃいけないこといっぱいありますし、今人手不足って言われてる中で、そこをまあ自分たち全部やるっていうのはなかなか難しいのかなと思うので、そこでは仲介されてらっしゃるっていうことですよね。そうですね。本当なかなか影の薄い、さっきもお話ししたんですけれども、ただですね、こう掘り下げてみると、この自動車部品の卸業やってる業者はですね、私の知る限りだと日本国内だけでも500社ぐらい、あると言われています。ただその中でも専門職であったり、例えば外車の部品専門の卸業者ですとか、あとはもちろん私どものやってる、まあ、国内メーカーの部品ですとか、あとは二輪車とか自転車の部品を卸してる業者なんていうのもあるので、まあ、そういった面ではかなりの多くの、
部品商、まあ、俗に言う部品商っていうんですけれども、その部品商さんで成り立ってる部分は、ありますね、ございます。あ、ってことはもうかなりやっぱり専門性がかなり高いなというふうに思ったんですけれども、栄新商会さんは今創業されてどれぐらい経つんですか？昭和38年から始めてますので、今年で60年。あ、もう60年も経つんですね。はい、なるほど。もともとどういうきっかけでなんか始まったとかってあるんですか？今うちの会社は3代目なんですけれども、その先代が戦後間もない頃に、なかなか部材といいますか材料が品薄だった時にですね、プロペラシャフトの、端材を壊れたやつを拾ってきて、でそれを中身を修理して販売したことがきっかけっていうのは聞いております。でその後息子である諸田健章で2代目になるんですけれども、まあ、そのプロペラシャフトがきっかけで、自動車部品をやろうということに経に至りまして、で各メーカーさんと契約をして、プロペラシャフトだけではなく車の部品すべてをリカバリーしようということで立ち上げたのが、昭和38年になりますね。でその後代表が脳梗塞で倒れちゃって、で今その2代目社長の弟である、室田進が、後を引き継いで、現在に至ります。水戸さん自体は今この道も何年なんですか？私は今年で四半世紀おかげさまで25年目を迎えております。あ、そうなんですね。はい、やっぱ最初は結構入りたての時とかは部品の検索とか、今でもやっぱり学ぶことは結構多いですか？もちろん日々勉強だと思ってますので、学ばないことはないと毎日思ってるぐらい、やっぱりかなり特殊な、まあ、部品のことってのはやっぱり変わっていくので、かなり日々勉強なんですけれども、まあ範囲は意外と私は他の、まあ、同業者の他の方とはちょっと別で、もともと小さい頃から乗り物が大好き で、まあ、ラジコンも小学生の頃ミニ四駆やったりとかで、中学生はラジコンで、であとは高校生はバイク乗ってガソリンスタンドでアルバイトしたりとかっていうので、でも簡単なオイル交換とかそういうのもやってたので、だいたい部品がどういうなのかっていうのは分かってて、はいはい、就職難の時の世代の人間で、その中古車屋さんにたまたま私外車屋だったんですけれども、そこでちょっとノウハウを学んでたので、でむしろその中古車屋さんから部品屋さんに私が頼む立場でもあったので、だから入りは意外と楽だったというか、その中古車屋さんが廃業しちゃったんで、で幼なじみの友達のお父様が修理工場やってらしたので、で部品屋でもやるかという紹介を受けまして、それで初めはアルバイトで入ったんですけど、はい、思いのほかのめり込んでしまって、で今に至っていると。多分今もう60年経たれて、何でしょう、もう車の、まあ、本当に何でしょう、昔の車からもう今の最新の車まで扱われていると思うんですけれども、その中でもその御社の強みっていうのはどういったところなんでしょうか？うちはですね、その部品の話かなり難しい話になっちゃうかもしれないんですけれども、純正部品とですね、その純正に沿った社外品っていうんですかね、俗に言う有料部品っていうんですけれども、ちょっと難しいんで簡単に言うと、よくここ何年か前から処方箋薬局なんかで普通の薬と飲み薬とジェネリックっていう飲み薬とあると思うんですよ。自動車部品もですね同じで、その純正部品、例えばトヨタだったらトヨタの純正部品がに対して、それと類似したジェネリック品っていうのがございまして、でそっちの方がお客さんにも安く提供ができるっていうので、なかなかですね純正部品しかやらない部品屋さんもいる中でですね、うちはその、社外部品のこと、まあ、業界では有料部品っていうんですけれども、その有料部品を率先して活用して提供させていただいていると。安く早く届けることができるっていうのがうちの強みの一つでもあります。なるほど、いいですね。それはでもお客さんにとっても、それこそ整備工場さんにとってもかなりメリット高いですよね。非常にね、昔はなんか良くない有料品も結構あったらしいんですよね。なんですけれども、ここ最近ではですね、某メーカーさんもその有料品を推奨するメーカーさんもあったりとか、だいぶですね確立していってるんだと、日々感じます。でも結構その車の修理の部分で
それこそまあガソリンスタンドさんとか修理工場さんからまあ電話が多分日々鳴って、でそれをまあ検索して仕入れてそれを届けに行くっていう、あの業務やられてると思うんですけど、一日のスケジュールってどんな感じなんですか？何時から始めて一日こうどういうスケジュールで流れてるんですか？まあ、基本的にはですね、簡単に流れるともう9時になった途端にですね、あの電話がバン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 なって、でその電話を受けて、でやっぱり部品を頼むにはその車検証なんかにも記載している車体番号っていうのが全てになりまして、でその車体番号を言うことによって全ての部品を検索するという感じになるので、なかなかね電話だとあの A とか E とか間違えたりとかいろいろあって吸ったもんだしながらずっとそんなのが永遠に続いて、結局気がついたらもうなんか7時になってたとかね、お昼も食べずに、なんかあの3時のおやつも食べずに、あの電話が鳴りやまない、電話が鳴りやまないみたいな。ただあのここ最近ではあのうちもあのメールでの注文とかですね、あとはあの公式ではないんですけども、各営業マンの営業マンの携帯に LINE が入ってきたりとか、まあそんなんでですね、あのまあ少しずつではありますけれども、なかなか電話じゃなくね、あとファックスとかもありますので、まあちょっとしたそれでまあ楽にはなってきてはいるんですけれども、でまたその検索にもシステムがあって、昔はそのパーツカタログっていうやつをあって、その車両データをもとにカタログを本棚から引っ張り出して、はい、それで部品を絞り込ん で部品を棚から出してなんてやってたんですけれども、今あの全部あの各メーカーさん、あの検索システムってやつがあって、車体番号をあのパソコンで入力することによって、そのパソコン上で電子カタログでその車のパーツのカタログが展開して、でクリック一つでもう発注から発注までできるので、そういった意味では少し時間の短縮は昔に比べてできるようになっているのかなと思います。デジタル化ってやつですね。あ、そうですね。だから、はい、使いこなせてない人もいっぱいいるんですけれどもねなかなかやっぱりこの自動車部品業界もやっぱ古い人が多いので、はい、なかなかパソコンやらスマホやらを使いこなせない人が多い中、私も、うちの会社にも、もう70過ぎの人とかも結構いるんですけれども、一生懸命、やってますね。もう三田さん教育して教育ならずとね、まあ、あの人差し指で私もそうですけどピコピコ押しながらあのクリップ一つ検索して発注してますね。この業界のやっぱ面白いところって、まあ、私もこの業界、まあ、まだ長くはないですけど、まあ、それなりにやっている身として、なんでしょう、やっぱ部品の検索の時に例えば ABCD の D を D っていうとか、あ、そうありますね、あとトヨタの T を T っていうとか、T ありますね。もう私もね CD のことを CD っていまだに言ってますんで、分かりやすいんでその方が、はい、もうだから職業病で普通にあのプライベートであの D とかって言ってあの笑われたことがありますけど、 でも本当その D と例えば D をなんだろう、なんだ T となんだ D と何で間違えやすいんでしたっけ、 B と D、 D と D とか電話とかでやっぱ聞き間違えちゃうと、ね、本当違う部品いっちゃいますね。そうなんですよね。あと鉛のきつい方は E と A が混同したりとかそれで大変なトラブルになったことも過去にはありますね。はいはい、そうなんですよ、面白いですよね。なかなか、はい、そこはあの受ける側としてもちょっともうオーバーリアクションにイングランドの E とかイングランドの A とかっていう人もいるんですけどそうですよね。なんでその辺は気をつけてますね。ホームページであの水戸さんのなんかブログみたいなのがあって、そこにあのなんかラーメンの話とか書かれていてすごい面白いなと思います。そうなんですよね。あの続きを見たいな。ありがとうございます、はい、まあ、簡単なホームページみたいなのをうちも解説してまして、でそこのブログのコーナーに、まあ、部品の話をブログにアップしてもいいんですけど、まあ、ちょっと息抜き、あの修理工場さんとかに息抜きしてもらいたくて、あのメカニックの方とかに、まあ、近所のラーメン屋さんの情報とか、最近はちょっと更新できてないんですけれども、そういった面でちょっと自動車部品から離れた内容をアップすることを心がけています。ちなみにもうおすすめ1個強いて言うならどこでしょうか？ラーメンは、ね、かなり難しいですねやっぱりね、あの人それぞれ好みがありますので、はい、自分のおすすめもう本当個人的な話になっちゃうんですけど、最近ハマってるのはラーメンショップ巡りですね、はいはい、ラーメンショップっていうフランチャイズチェーンがあるんですけれども、まあ、それのお店がですね、お店によって全然味が違うので、まあ、それを、まあちこち行ってでドライブしながら行くのがやっぱ好きなんで、その中でもどこが好きって言われちゃうとちょっと答えられないですけれども、まあ、強いて言うのであればラーメンショップ巡りにハマってます。なるほど、やっぱりおすすめです。結構その
部品の検索だとか部品 の, その発注とかで一刻を争うこととかもあると思うんですよ。早く直したいとか、この部品がないと直らないみたいなものがあったりするんですけど、すると思うんですけど、なんか今までこう、まあ、今では言えるやらかしちゃったみたいなこととかってあるんですか？やらかしちゃったというか、まあ、今でも私もたまにやらかすんですけれども、はいはい、例えばそうですね、車体番号っていうのがさっきお話ししたように、車には必ず車体番号というものがあって、その、まあ、形式みたいな、まあ、よくメジャーなやつで言うと、まあ、イニシャル D とかでも有名だった AE86 とか、はいはいはい、AE86 っていうのは型式 でその後に数字が7桁あるんですけれども、その7桁が一文字でも違ってしまうと全く別の色になったりとか、全く仕様が変わるんですよね。でその聞き間違えとか、なんだろう、その検索した時の入力ミスとかで全然違う部品を取ってしまったりとかっていうのは結構、まあ、今でもやってしまうことですよね。いや本当そうですね、一桁間違えるというか、本当さっき話したアルファベット間違えるだけで全く違うものになってですよね。そうなんですよ。他なんかも本当思いますね、その全てのカーオーナーさんは車検証の車台番号をもう本当携帯のあの写真フォルダーに入れておくとかっていうのはもうめちゃくちゃ重要だと思ってて、はい、そうですね、間違えるだけでやっぱもう大きなミスになりますよね、本当に。思ったのが、そのなんだろう、ホテルとかに宿泊するときに名前を入力するだけでデータが出たりとか、あとはなんだろう、他の、業種とかでもそのフルネームで姓と名を言うだけでいろんな情報が見れたりするじゃないですか、はいはい、それと一緒で自動車部品業界もその全て車体番号というものを言っていただくことによって、そのまあ今となってはですね、そのどんなナビがついててとか、どんな色でで四駆なのか肉なのかとか、はい、そういったのが全て出るので、タイヤのサイズも出ますよね。タイヤのサイズも出ます、はい、ホイールサイズも出ます、ですね。そのぐらいはこちらでも見れるので、だからもうなんだろう、便利になった反面、その一桁でも間違えてしまうと大事故につながってしまうっていうのがありますね。その中で一つ例を挙げるとすれば、あの板金工場さんにハッチバックのあのバックドアって分かります、はいはい、あの荷物を下ろしたりするレバー引いて開ける後ろの開くやつですよね。開くやつ、あれを注文来たんですよ、お客さんから、はい、で下2桁の2と3をファックスで来たんですけど、2にも見えるし3にも見えるっていうのがあってはい、はい、でそれを私が確か3でやったのかな、はい、そしたらあの後々お客さんに来たらこれ2だよってなって、で、まあ、それで間違えて交換すればいいよって話なんでしょうけど、ただちょっとその今話したようにそのトラブったのは、その2と3間違えたことによって、あのハイルーフとかロールーフってご存知ですか、はい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 、あの屋根が高いと、はい、その一桁違うだけで、はい、とハイルーフなのにロールーフを持って行ってしまって、大きさも合わないし全然合わないと、でそのなんだろう、車が入庫する前に塗装してしまったと、で車が入庫した瞬間に全然つかない、色塗っちゃった、返さないなんて言って、はい、トラブルがありましたね。まあ、それは結局そのメーカーさんに預かってもらって、塗装しちゃったにもかかわらず預かっていただいて、でその某ディーラーさんの方であの出るまで待って預かりますって言って、まあ、2年か3年かけてやっとその車にヒットしたんで、まあ、赤電処理って返品修理していただいたっていうのは、はい、めちゃくちゃ大変ですね。いやもう大変ですね、もう背筋が凍りますねなるほど。ちなみにその今水戸さんも、この部品商業界、部品業界にも25年間いらっしゃると思うんですけど、ええ、何でしょう、その業界のなんか移り変わりとか、なんかこう 変化とか、こうなんかこうありますか、そういう部分。部品の、検索に関してなんですけれども、昔は先ほどもお話ししたように、あの車の型式を聞くと、あの本をそれぞれ、例えば86だったら86、クラウンだったらクラウン、はい、ハイエースならハイエースみたいな感じで、あの部品カタログっていうのがあったんですよね、はい、それを引っ張り出してページをめくって、その部品に行き着いて部品番号を引いてっていう感じだったんですけれども、その一番の進化はやっぱりそのさっきも言ったデジタル化じゃないんですけど、電子化したってことですね。車体番号を入力することによって全ての部品が集約されてて、はい、本棚を作る必要がなくなったっていうことですよね。結構今その整備業界自体は割とその高齢化とか整備士のなり手が減ってきてしまっているっていう、まあ、業界の中での課題があると思うんですけれども、
部品業界における、まあ、課題だとか、まあ、そもそもその事業者さん増えてらっしゃるのか、まあ、減ってるのかでいくとどちらなんですか？あ、もうこれは明らかにその減ってきてます。あのじわりじわりとですが、やっぱり整備修理工場さん、整備工場さんや修理工場さんとかなり密な関係なので、配達も1日1回2回どころではなく3回4回行く日もあるので、かなり密接な関係にあっててですね、で後取り問題とかも多分整備業界あると思うんですけれども、まあ、我々部品業界もかなりそれはあってですね、減ってきてるので、今後の課題でもあります。なるほど。やっぱりもう昔に比べるとだいぶその地域の中でも減ったなって感じるんですか？あ、感じますね。やっぱり大田区、私大田区なんですけれども、大田区も廃業したところ、倒産したところ、まあ、見てきてはいるので、だからそんな中でですね、今うちとしてはどうやって生き延びていくかっていうのが今後の課題であったりしたりしますね。最後に栄新商会さんから何かお知らせございますか？なんだろう、部品で多分お困りな方とかですね、多分ディーラーさんとか行って断られちゃったりですとか、あとは古い車乗ってらっしゃる方とか、まあ何しろ悩んだ時はですね、部品のことで何か困ったことがあれば、まあ、ホームページもございますので、連絡いただいてですね、こういったのが欲しいんだとか、こういったことやって欲しいんだとか、あとまたこういった車の得意な修理工場さん知ってるとかでもいいので、何でも車のことならお問い合わせいただければ、お答えをさせていただきます。検索はあれですよね、栄新商会さん、永久の A に進む紹介っていう形で調べれば出てきますよね。はい、出てくるはずです。はい、本日は栄新商会を代表して水戸瀬正樹さんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 FM924 AM1422 ラジオ日本メカラジ。ここでセイビーからのお知らせです。株式会社セイビーは、仕組みを変えてカーオーナーと整備士の両方を幸せにするおミッションに、早い、安心、便利な車の整備・修理の出張サービスセイビーを運営しています。バッテリー、オイル交換、故障、異常診断、ドライブレコーダー取り付けなどをお客様のご自宅や職場に伺い、便利にコスパよく提供しています。お車のことでお困りの方、スマホでセイビーで検索してお気軽にご連絡ください。またセイビーでは、整備業界を夢あふれる良い産業にしていくための仲間を募集しています。志ある整備士の方、アフターマーケット関連事業者の方、ツイッターやウェブサイトからどしどしご連絡ください。セイビーからのお知らせでした。メカニックを社会の主役に、メカラジ。今日は栄新商会の水戸瀬さんをお迎えしてお話を30分させてもらったんですけれども、私実は水戸瀬さんは昔からよく知っている方で、非常にお世話になっている方なんですけど、本当にですね、部品の検索っていう部分においては、何でしょう、もう水戸瀬さんを右に出る人って僕はあんま見たことなくてですね、本当に親身になってくださいますし、今日リスナーで聞いてくださっている例えば整備士の方々とか、車好きの方々、何かこう困った部品とかあればですね、多分聞いていただければ、水戸さん連絡すればですね、助けてくれると思いますので、はい。ということで、ラジオ日本メカラジパーソナリティの千村真希でした。また来週よろしくお願いします。来週は森ひなみちゃん戻ってきます。よろしくお願いします。この番組は車の整備修理の出張サービスセイビーがお送りしました。